何されてるんですか？フリーギャグっていうのやってまして、はい、このフリーギャグじゃなくてフリーギャグなんですけど、僕は芸人やってるんで、ハグじゃなくてギャグってやってまして、でただギャグやるだけじゃなくて、お題をもらってこう即興でギャグするっていう。あー、なるほど、はい、楽しみですね、はい、お願いします。お願いします。これショッピー妖怪ウォッチ。ジバニャン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 クレイジーゲーム。これ靴磨いてるんじゃないです、ミニカーで遊んでます。自慢だ。もちろんもちろん、これ一緒に持ってます。なんか上からって言ってる、新しいパターン。ダンダー君に会えてよかった、このままずっとずっと死ぬまでハッピースリーピー。優しい、めっちゃ笑える、めっちゃ優しい。出るギャグと時間かかって出るギャグはどっちの方がウケますか？すぐっすね。すぐ出るギャグがウケる。すぐの方がやっぱ早い方が、時間がかかればかかるほどハードル上がっちゃう。そうそう、でそれによってやべえハードル上がるからちゃんとしたの考えなきゃで、思いつかなくなっちゃってっていう。さっきはちょっと時間かかっちゃったと。やばいっす。だからもう力技で喉元をぶっ壊すってよくわかんないギャグやるって。美味しかった。